SG 第37回グランプリシリーズ準優勝戦一つ目、勝ち上がりました宮地元貴選手を迎えいたします。大きな拍手お願いします。どうも、はい、お疲れ様でした。はいはい、気持ち強く臨めましたか。まあ大丈夫だろうぐらいの感じですけど。そうですか。はい、はいはい、3つ目となります。そちらのクッションとそれからタンブラーを差し上げますのでお持ち帰りください。大量ですね。大量ですね。はい、はい、それではレースの方を振り返っていきましょう。はい、レース本番の時間帯のコンディションは、うん、ま、雨はほとんど止んでました。そうですね、うん、はい、向かい風、うん、向かいですね、はい、はい、踏み込めました。スタートはうん、まあ、ざっとこんなもんやろうと思って誰も来んねえと思いながら、あ、やっぱ翼来た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 、もう飛びつきですね。はいはいはい、はい、あの一瞬の出来事だと思うんですけれども、そんな風に目まぐるしくいろいろ考えられるもんですか。うん、もう適当に浅くかぶって外ばっか見てるんで、はい、そうだったんですね。はいはい、まあ、でも佐藤選手も来ましたけれど、はい、冷静なターンでしたか。 あそこまで握らんでも大丈夫かな。でもまあ一応まあ、逃げれたからいいかな、いいかなという感じでした。そういうのもね、そういうのも好きじゃないけど、うん、あの実際レースをしてみて今日先頭を走ってみた感じは、はい、これまで3つ勝ってます、はい、いずれも手応え的には違う感じの勝ち方でした。うーん、あ、そうですね、確かに今日が一番回転上がってましたね、はい、あ、そうですか、うんうん、その回転の上がっていた状態というのは、うん、ご自身の手応えではいい感じの上がり方でした。あんまり嫌な。いっちゃいいんですけどね。はい、うん、明日2とか3とか、まあ、そこら辺の、まあ、3かね、どうかねっていううちになる、うん、枠になると思うんで、はい、まあ、さすがに1号艇まではならんだろうと思ってるんで、それ考えるとね、はい、もう一足欲しいんですよね。うん、はあ、今日の調整面に関しては、はい、たっぷり時間はありました、はい、何かやっぱり自分らしさを求めていこうというような調整をされたんです。そう朝からですね、いや、昨日の夜からか、もう優勝を意識してちょっとあのペラ調整やったら、はい、まあ、朝はめっちゃいいと思ったらもう勘違いだったみたいで、特訓終わってもバタバタ叩いて、はい、もうドタバタできました、はい、それで一着を取ってくる、はい、いやいや、まあ、2コースですからね、大村のいいんですから、うん、ただ気持ち的にはやはり冷静な部分もあってこそ逃げられるっていうのもありましたよね。でもなんか普段のどうだろう、優勝戦1号艇の時ぐらいなんとなく緊張してる感じはあるんですけど、ああ、まあ、そういう時こそ、うん、まあ、こんだけ緊張できるような思いができるだけありがたく思っとこうというところですね、はいはい、さて優勝を目指すにあたっては何かその調整面としてもう一足加えていく、はい、そうですね、まあ、このまんまでも悪くはないけど妥協はしたくないんで、はい、まあ、でもまあエンジンに無理させない範囲で、ちょっと考えますね、はい、分かりました、たくさんのファンの方がお集まりいただきまして本当に寒い中ね待っててくださいましたので、はい、明日の優勝に向けての熱い意気込みを一言メッセージお願いします。そうですね、まあ、ちょっと気になってたんですけど、なんかまあミーショさん辞められたってちょっと聞いたんで、まあ、まあその分も俺が頑張ります、はいはい、宮地元貴選手にお話を伺いました。